これを誰に向けてなぜ書いているのか分かりません。世界の終わりが近づいてきているので内容は想像できると思います。でも誰かにこのことを伝えなくては。それは小さな揺れから始まりました。よく地震が起こる地域に住む人たちは特に気にすることはなく、いつもの小さな地震だと思っていました。ニュースでも報道されましたが、実際に気にかけた人はほんのわずか。当時僕はまだ12歳でしたが、僕の両親はこのニュースを心配していました。わずか1年で地震はより強く頻繁に起こるようになりました。一部の地域では大地震が起こるようになり、さまざまな都市や村に被害をもたらしました。さらに旧火山が目を覚まし、世界中の人々が警戒し始めました。科学者たちも気候変動や人類の活動が及ぼす影響についてよく話していましたが、誰も決定的な答えを持っていませんでした。状況は悪化するばかり。時とともに地震や火山噴火は規模が大きくなり、頻度も増えました。最初は大規模な自然災害が報告されるのは月に一度程度でしたが、2年後には世界の隅々で同じ期間に少なくとも4つの大災害が発生しました。常に穏やかだった場所でも地震や津波が発生し始め、前代未聞の状況に適応する時間すら与えられませんでした。誰もが常に避難する準備をしていました。大きくて頑丈なビルは建てられなくなり、軽い 3D プリントの家が選択肢として普通になりました。簡単に壊れると同時に簡単に作れるこの家はとても便利。高級品は急速に価値を失い、モバイル電子機器やサバイバルツールの価格が上昇しました。そして人々は今あるものやお互いの存在を感謝するようになりました。近所同士で助け合い、町全体が力を合わせて協力し、最悪の事態に備えるようになりました。そしてその日は予想以上に早く来ました。ある日、地球全体が超巨大地震に見舞われ大揺れしたんです。何時間どころか翌日まで収まらなかったので、誰もがこの世の終わりを覚悟していました。そして大西洋岸から報告がありました。海が後退し、大量の砂やサンゴだけがそのまま残っていると。研究者はヘリコプターに乗り、この大変動の原因を調べたところ、信じられないものを発見しました。それは、太平洋の真ん中にある世界最大の陥没穴よりも数百倍大きい巨大な渦。まるで誰かが海の底にある線を抜いたかのように、海の水が大きな排水溝の中に流れ込んでいました。ある意味全くその通りのことが起こっていました。大西洋の下の構造プレートがバラバラになり、海底に大きな隙間ができたんです。沸騰したマグマが噴き出しましたが、圧倒的な量の水のせいで消滅し、深い淵に流れ込みました。しかもすごいスピードで消え、数時間後には水位があっという間に下がりました。あの時の出来事を今でも人々はこう言います。大西洋に亀裂が入った日。しかしこれはほんの始まりでした。地震や噴火の頻度が高くなるにつれ、世界中の風のパターンも変わり、大規模なハリケーンが発生するようになりました。まるで地球が全ての生物を威嚇しているように。冒頭でも話したように、僕の両親はこのことを心配していたので、その理由を追求することにしました。二人とも国際宇宙ステーションの地質学者。大変動の中仕事を続け、悲惨な結論を導き出したのはまさに僕の両親でした。なんと何らかの理由で地球が大きくなり始めていたんです。これで全て説明がつきました。より頻繁に引き起こる地震はプレートテクトニクスの動きが原因。流れるマグマはマントルから地殻に向かって押し上げられ、火山で爆発しました。今後も太平洋に亀裂が入るなど、さらに壊滅的な出来事が起こると予想されました。1年後、僕たちは他の職員や研究者の家族と一緒に当局に引っ越しました。建物は何にでも耐えられるように作られているので、外で起こっている恐怖から守られている状態でした。もちろんできるだけ多くの人を受け入れましたが、十分ではありません。
何百万人の人たちにとって頼れるのは自分だけ。僕たちはただ人々の安全を祈ることしかできませんでした。科学者によると、その時までに地球は元のサイズの 1.5 倍の大きさになったそうです。そして膨らむ速度は速くなるばかり。次の年にはさらに2倍大きくなりました。大西洋よりもさらに大きい亀裂が世界中に現れ、大混乱を引き起こしました。比較的安全な地下で暮らすのが当たり前になり、大陸同士のコミュニケーションもほとんど失われ、地上の様子を把握するためには勇敢な科学者たちが遠征するしかありませんでした。地球は毎日のように起こる地震、火山噴火、津波、ハリケーンにより壊滅状態。地上での生活はほぼ不可能なものになりました。そしてある時、研究者とエンジニアのチームはここ5年間取り組み続けてきた解決策を発表しました。それがジ・アーク。複数のチームは地球が崩壊した場合に備え、人類に加え生き残った動物、魚類、昆虫を避難させるための巨大な宇宙船を建造することに同意していたんです。そしてついにその日がやってきました。僕や両親をはじめ、当局で暮らしている全ての人々はジ・アークが格納されている巨大ホールに案内されました。そこには他の大陸から何とかやってこれた人たちもいました。身分証明書がそれぞれに渡され、僕たちは宇宙船に乗り込みました。飛行中は冬眠用カプセルが割り当てられていました。僕たちは入植者であり、宇宙移民の先駆者。目的地は火星でした。そして今僕はここにいます。僕たちは無事ジ・アークに乗り込み、カプセルに入りました。目を覚ました時にはすでに火星に着陸していました。火星での新しい暮らしが始まったんです。はじめは酸素ボンベが装備された特別な宇宙服を着ていましたが、すぐに大気のある人工ドームが作られ、生活に適した場所が完成しました。人間だけではなく動物も。あの日から10年経ちました。僕たちにとってこの赤い惑星は今ではもう家のようです。実際にはもうそれほど赤くはありません。緑豊かな森や大都市があらゆる場所に広がっています。火星は不活発なので、地震やハリケーンがなく、とても平和です。まだまだやることがいっぱいあるので、忙しい毎日を送っています。しかしずっと故郷の惑星がどんどん大きくなっているのを不安に感じながら見てきました。最初は夜空にかすかに見えるくらいでしたが、時が経つにつれ徐々に存在感が明らかになってきました。今では肉眼でも細部まで見え、月と同じくらい大きく、昼の空でもよく見えます。ここで見える太陽は地球から見えていた太陽よりも小さいです。つまり地球は太陽よりも大きくなってしまったということ。望遠鏡を使うとグランドキャニオンの数十倍もある傷や亀裂で表面が覆われていることがわかります。海もなくなってしまい、大陸同士も遠く離れてしまいました。かつては緑いっぱいだったあの世界が、今では火や硫黄が湧く荒れ地のようです。太陽も何の助けにもなっていません。地球が小さかった時は光や暖かさを地球に届け、命やエネルギーであふれていました。しかし今は地球が100倍大きいので、太陽の光は地面をじりじりと焼き、大気の残骸を燃やしています。それだけではありません。巨大化に伴い地球の重力も大きくなりました。大きくて重さがあるので、地球は月に衝突し吸収されてしまいました。金星はもともと地球と似ていましたが、突然巨大化した地球に引っ張られぶつかりそうです。そして地球自体は引力によりゆっくり太陽へと向かっています。地球はまず金星と水星の両方を破壊し、その後太陽の熱で完全に燃えてしまうそうです。その瞬間をこの目で見ることがないよう、今はただ願っています。